くあるよ。あ、そうです。そういうことです。片方ずつ向いてる。あ、そうできてます。元気です。壊れる。二人で顔見合わせて。パカパカ。サゴ。はい、カット。オッケー。カメラの予想を。はい。わかる。わかる。スタート。はい、カット。海はどれぐらいぶりですか？海どれぐらい？海本当に来ない。あの伊豆の通る、はいはい、サポートメンバーたまに参加してくれる。通るの家に友達と遊びに行った時に。それもいつかな。本当に普段海行かないから。ほらね。まず海来る格好じゃないし。おやついっぱいもらってますが。オッケーオッケーオッケー。ヨシさん開けてくるので、ヨシさんはそれを。なんだろう、戸惑わずに、あ、いつもやってるぐらいの感じですね。シュンさん、デフ、いりますね。あ、いいです、いいです。それだけでしょ。なしの方がいいか。ハハ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 ありがとうございました。
はい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 、こういうことで、カメラ目にするこれ、はい、ありなしでもらいます、ありなしでもらいます、これ悪いところだ、悪いところですかね、ありなしで完全悪いところですかね、なんで、で、カメラ国沢さんを見つめる感じも、口元を緩くしよう、口元が中の途中だから、そうそう、あ、もうちょいアウト戻る、これぐらいさ、国沢さんまず見る、しゃがんだらでも全然この深さでいけそう、うん、多分いける、正座とか、はい、もしかしてさ、あれでもそれ受け入れてる、あ、受け入れてる、知ってる、知ってます、もちろん悲しいんだけど絶妙なところですよ、でもあなたがそうするなら私はっていうのを、あそこは私埋められるんだなという表情で、あれ、さよなら、じゃあ落ちますよ、落ちます、元気でね、あ、この辺まで投げられる、落ち方なんですか、最終的にこっちを、だから押さえたら、よーい、スタート、もう一回、もう一回、スタート、ちょっと違うな、よーい、スタート、はい、OK、 よーい、スタート、はい、止まっていいですよ、はい、OK、 OK、 OK、 OK です、今の引きもらってる、どうぞ。
さん、悪い友達富士急のオールアップです。お願いします。一番逆に聞いてほしいかも。悪い友達、どんなイメージで作りました？柴田さと子さんって、私が4月にピクニックライブを参加していただいたアーティストの方がすごい好きなんですけど、その人とお友達になったよ。その後にライブの後に行って釣り堀に一緒に行ったんですよね。でその時に思いついた曲なんですよ。で、柴田さんと悪い友達ってなんやろうっていう話題があって、でそこからいろいろ想像を働かせて書いた歌詞なんで、聴いた人はきっとなんかこう誰か思い浮かべるんじゃないかなって思いますね、今回の曲。なんかちょっと悪いっていうのにもいろんなこう意味が含まれてるから、それぞれのなんかそういう思い出とか、まあ、今関わってる人でもいいですけど、なんかこうどっか心当たりあるんじゃないかなと思います、みんなが。疲
れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。帰って。はい、ゆっくり休んでください。お湯浸かります。